皆さんこんばんは、ライターの岡田浅です。この放送は無料でご覧いただけるようにしておきます。と、過去の放送については YouTube のメンバーシップにご登録いただくと、いつでも好きな時に見放題になります。またこちら2つの上位プランをご用意しておきまして、上位プランにアップグレードいただくと、上位プラン向けの限定動画も見られるようになります。皆様ぜひご登録アップグレードいただき、番組継続のためにご協力ください。さて本日なんですけれども、デザインの終焉から振り返る2023年のトピックということで、今年の総集編としてデザインの視点からいくつかの振り返りをしていきたいと思っています。これまでですね、2023年の6月に私が新しい MC としてヒルタスをいくつか特集を持たせていただいて、テック系やデザイン系のトピックについて取り上げてきました。でとはいえテック系デザイン系バリバリゴリゴリみたいなことではなくて、どちらかというと、そのデザインやテックというものがすごく高尚だったり難しい、自分の生活とかけ離れたものではなくて、人々が参加可能なものであるっていうことを、感じてもらったり、ちょっと自分は専門家ではないけれども、こういうところは使えるかもしれない と思っていただけるようなものを作りたいなと思ってやってきました。とはいえ難しいというか観念的になってしまう回もたくさんあったんですけれども、ちょっと6月からですね、どのような配信をしてきたか、ざっと見ていきますと、まずですね、シーカや、小説にとってのチャット GPT とはという特集で、犬の背中座さんの、山本さんに来ていただきました。ここではチャット GPT という生成 AI が言語にとっても割とクリティカルな影響を与えるということを具体的に作ったものを拝見しながら話していくような回でした。そしてですね、7月にはちょうどイーロン・マスクがツイッターを買収して大騒ぎになっているさなかの配信になったんですけれども、さまざまな SNS が勃発する中で、これから SNS っていうのはどういう形が得れるのかということについてお話を伺いました。この回テクニカルディレクターというですね、技術の翻訳屋さんの清水さんをお迎えして行いました。そして同じく7月の後半ですね、こちらはマテリアルエクスペリエンスデザインという、素材、情報を伝える素材そのものを疑ったり、新しいアプローチをすることで伝える内容そのもの、伝える内容にも大きな変化があり得るみたいなことを、お話を伺ったり作品を見たりしました。これは、東京大学の情報学館の、筧秀さんにお越しいただきました。そして、9月ですね、9月に入った時に、デザイン人類学という、少しこれはフレームワークのような視点からなんですけれども、人類学とそのリサーチを、融合するような形で、脱暴力っていうのがどのようなふうにあり得るのかっていうのを中村さんゲストにお話をいただきました。そして、10月がまちづくりの会でしたね。パノラマティクスの斉藤さんにお越しいただき、そのまちづくりの具体的な実践方法であったり、あとは行政とどんなふうに関わり合っていくかみたいな話がなされました。そして、11月ですね、トイレのオールジェンダー利用について、これは空間デザインの現場から高橋さんにお話をお伺いしました。で、11月30日、ここでは、SF についてジェンダー平等や SF のエスニシティの問題だったり、さまざまな構造の問題にどのように取り組んでいくかということを、かぐやプラネットの井上かなたさんにお話しいただきました。と、一見バラバラなトピックを扱ってきたように見えるんですけれども、やりたかったこととしては、デザインとは仕組みであるという、その現れるものは様々に違うんですけれども、仕組みを作ったり仕組みそのものをそのどういうふうに解体していくかっていうのを考えるものであるので、このデザインっていう考え方を取り入れることによって、
言葉でやるのとは違う形で問題を解決する手段になることがあるみたいなことをちょっとでもお伝えできたらいいなと思って今年の6月からやってきたというところです。で、じゃあ今年の振り返りとしてどんな風に、語り合おうかなと思った時に、普段私がデザインの現場で一緒に仕事をしている仲間であり、終焉、今回終焉、デザインの終焉というタイトルなんですけれども、もうど真ん中ですごいやっていくというよりは、ちょっと隅っこの方に、マインドが隅っこの方にいる人たちというところで通ずるところがあるお二人に来ていただきました。え、今日のゲストはですね、ノーマーマンデー代表取締役兼グッドパッチエニウェアの事業責任者の斉藤啓太さんと、ビジュアルファシリテーターの沼野由紀さんです。斉藤さん、沼野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速なんですけれども、いきなりすみません、終焉の人々という紹介をしてしまったんですけれども、はい、斉藤さんから普段どんなことをされていて、どんな風に端っこにいられるのかみたいなことをお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、改めまして斉藤です。よろしくお願いします。一番肩書きが最近増えてきてるんですけれども、うん、個人の会社として株式会社ノーモアマンデーというもので、デザインのコンサルティングであったりとかそういったところをお手伝いするのと、本業としてはグッドパッチというUI デザイン UX デザインの会社で、グッドパッチエニウェアというですね、フルリモートのデザインチームを作っている、デザインを提供するということを、させていただいております。はい、で、そちらの資料とかって出しますか？そうですね、今たくさん肩書きがあって、はい、グッドパッチのお話も、伺いたいんですが、ノーモアマンデーっていう社名があまりにも良いのでここについてもそうですね、はい、ぜひ教えてください。大体の人は意味のわからないカタカナとして流してくれるみたいなところはあるんですけど、はい、気づく人はちょっとお前大丈夫かみたいな感じで言ってもらえるような社名になってます。はい、で、もう月曜日やだよねっていう、ところには、個人としてそんなに働きたくないぞみたいな話も当然含まれてますし、はい、真面目に言えばもう同じ月曜日が来てほしくないんですよね。今までより楽な月曜日になっていってほしい、いい月曜日になってほしいっていうところがあるので、デザインの文脈とかデジタルの文脈っていうところは、やっぱりその働いてる人の環境を、より良いものに毎日変えていくっていうようなところが効果かなというふうに思うところがあるので、そういう意味合いでノーモアマンデーというものをつけました。ありがとうございます。ネタをマジで解説させられる早速終焉っぽいお話が聞けて嬉しいんですけど、実はグッドパッチエニウェアのという組織、デザイン組織についてはその私もメンバーであり、今カキカキしていた沼野さんもメンバーの一人で、そういうつながりでもあるんですけれども、この組織についてじゃあちょっと、資料を交えつつお話を伺いたいです。はい、で、こちらも改めましてということで、グッドパッチとしての、会社紹介についてはこちらになります。先ほども言ったように、UI デザイン UX デザインというようなところのデザインを担当しているものになっていまして、このような形で簡単に言えばスマートフォンのアプリケーションだったりとかウェブサービスといったもののデザインを、やっている会社です。この領域においては、今一応唯一の、上場会社というようなところで、それなりの規模を持ってやらせていただいています。で、大体こうスタートアップとかで、物を作っていったりとか、大企業でも新規事業でデジタルの領域で何かを起こしていくということになると、アプリだったりとかウェブサービスっていうところ、デジタルの領域に関わるものを作るっていうのが必須になってきますので、うん、そういったところの、デザインを担当させていただくということを、やっています。昔ですと、僕らの成り立ちとしてはグノシーさんだったりとかマネーフォワードさんとか、そういった国内のスタートアップが成長するときに僕らがデザインをお手伝いしてましたというようなところで、成長してきました。はい、
でそういった、まあ、デザインの会社ではあるんですけれども、いわゆる PR とかグラフィックとかのデザインが中心ではないんですね、うん、なので、まあ、さっきの辺境っぽいところっていうのはちょっとそういうところにあってですね、うん、まあ、若干新しい、領域として、まあ、成立し始めているというような世界かなというふうに思っています。でその中で GoodPatch Anywhere という組織を、新しく作りました、うん、で、まあ、とはいってもコロナより前 の、 時代に、こういった組織を作っていてですね、フルリモート、完全にフルリモートでゼロから人材を採用して、でその時に正社員で、オフィスに来るというところを全くこだわりませんというかゼロにして、新しい組織を作りますということを、やった結果ですね、まあ、デザイナーの方々にも非常に共感いただくようなところもありましたし、まあ、その後にコロナも来て、全体として社会全体としてリモートワークの流れが来た時にも、僕たち最初からやってましたけどっていうようなポジションで、リモートワークで当然、まあ、事業のど真ん中のデザインが、できますよというような環境を作れたというところが、まあ、時流に乗って、それなりに大きくなってきたかなというふうに思います。今全体のメンバー数だと500人を超えているような、状態になっていて、でその中でも実働しているのが、まあ、100名ぐらいの規模で、やらせていただいているというような形になっています。ありがとうございます。そうなんですよね。このフリーランスと正社員の中間っていう資料がありましたけど、実際に正社員って考えると、その東京に住んでいてフルタイムで働いてっていう条件を満たす、そのデザインの仕事に就く人ってやっぱりどうしてもその独身男性だったりとか、すごく限られてくるんですけど、その子育て中の地方在住の、でもそのスキルとしてはめちゃくちゃ高いものを持っている女性とかが、3時間なら働けるとか言って大きい案件に入ってくれることがあるっていうのがもうめっちゃ良くて、で、そうですね、そういう意味でもそのデザインっていうものがすごい、イメージとしてこう巨匠みたいな人がいて、そのデザイン事務所に入ってデッチ奉公のようにこうフルタイムで発給で働いてみたいな世界観がかつてはあったと思うんですけれども、まあ、そういうのとは違う形でデザインに関わっていくっていう道を開いたのがエニウェアかな、GoodPatch Anywhereかなと、ちょっと自分もメンバーなので恥ずかしい部分もあるんですが、それは本当にそう思っています。はい、っていう感じで、沼野さん今ちょうどカキカキしていただいているんですけれども、ビジュアルファシリテーターっていうので、はい、今カキカキしていただいていたんですけど、はい、それは何ぞというところも含めて自己紹介をいただいてもいいですか。はい、改めまして、普段は一人で株式会社沼野組という会社でデザインやファシリテーションに従事しています。で今聞いていただいたビジュアルファシリテーション、ファシリテーションという言葉もなかなかこう浸透しづらい言葉だなと思いつつ使ってはいるんですけど、基本的に会議のような議論であったりとか、あとはまちづくりの文脈などでいろんな立場の人たちの話を聞いていくときに、さあ話してくださいっていうだけではなかなかこう意見も出てきにくいところであったりとか、まんべんなく意見を聞くというよりも本当に小さな声をどう拾うのかっていうところ、やっぱり話をするための設計であったりとか引き出すお手伝いをするメンバーが必要になってくるので、そういった場を作っていったりですとか、あとはそういったことを活用して派生として描きながら、その場で今話されてるのはこういうものですよっていうのを書きながら見せていくということで、いやそんなこと言ってないけど、そんな話してないけどってならないように、話が空中戦にならないように場を引っ張っていく、後押ししていくっていうような役割で仕事をしています。はい、ありがとうございます。実際何度かその沼野さんがビジュアルファシリテートする場に、入ってその力を見ているんですけどビジュアルの力を本当に言葉でのやり取りだと30分とか1時間とか、その永遠に目線が合わないというか、同じことについて話しているはずなのにどうしてこんなに分かり合えないのかって、こう悩ましく思っているような状況なのに、こうスーッと沼野さんが入ってその絵に描いてくれると、こうみんな
つきものが落ちたようにあ、そういうことだったのかっていうふうになることがあるんですよね。それがすごく不思議で面白くて、今写真で見せ写真で表示されているような、こういう感じでこうファシリテートをしてくれることもあるんですよね。その隅っこでこうカキカキしていることもあるし、そのミーティング自体を進行しながら、その必要とあれば絵を用いて、そのみんなの目線を合わせたり、その議論を前に進めたりしていくみたいなことをしていて、すいません、勝手に人の自己紹介を取ってしまったんですけどありがとうございますそんなことをされているんですかね。やっぱり自分も議論の中に入ってると、今どこまで話したっけみたいになることもあるんですけど、うん、複数人入る場に一緒にいて話を聞いたり自分もしたりっていう時には、うん、あそことあそこがなんかつながらなくなってきてるっていうものを書き出してみて、うんうん、今 A と B の話を同時にしてたような気がするんですけど、ここ結ぶところって何ですかっていうことを伺ってみたりとか、うん、あと私たちがこう一緒に仕事をしていく上でデザインの話をしていくときに、そのデザインとして今示しているものが何であるのかっていうところを、うん、制作にあたる私たちと形をこれから見ていこうというお客様とではやっぱり見てるイメージが違う時があるので、うん、そこをどれだけ近づけていくかっていうのがファシリテーションであったりとか、うん、ビジュアルファシリテーションの仕事の一つですね、うん、今日は自分もちょっとお話に参加させていただきながら、はい、もう一つのビジュアライズのツールであるグラフィックレコーディングっていうやり方で、はい、ここで今日話されることを可視化していきたいと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、早速もう2023年のトピックという感じで表紙というか入り口が書かれている感じです。ちなみにこの沼野さんの、会社名株式会社沼野組という名前は、はい、ビジュアルファシリテーターという柔らかさと比べるとだいぶ硬派な印象があるんですけれどもフリーランスで1年弱やっていた時に屋号として沼の組というのを使ってまして、はい、実は2000年までうちの父親が千葉で土建屋をやってまして、はい、この名前の通りの土建屋をやってたんですね、はい、で自分がいざ会社化しようって考えた時にどんな名前にするのか、ロゴマークを作るのかっていうことを考えた時に、あれ異業種だし、そもそももう会社畳んでるし、これそのまま使えるのではと思って。なるほど。で、あとまあ土木業に関心があったので、うん、土木のお仕事も一緒にやってみたいなっていう思いであったりとか、あとは父親がやってきた仕事がやっぱりこうテーマパークの夜間にこういろんなメンテナンスをしたりとか、うん、足場を組んでいくような表に見えていくものを作るまでの足場をかけていくとか、地ならしをしていくっていうところの仕事でもあったので、うんうん、うまい具合にあれ私がやることとも近いのではと思ってそのまま使っています。なるほど、確かにそうですね。物事が作られる前の一番最初の骨組みを作るっていう仕事として、うん、実はその音の響きはかなり離れている感じがするけれどもつながっているんですね。はい、ありがとうございます。お二人今日は改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。2023年の出来事でどんな話をしようかなと思ったんですけれども、まあ、割とデザイン的にもテック系としても取り扱うべきことって結構もうしっかり3つあったので、あんまり迷わず皆さんにとってもそのとっつきやすいテーマになってるかなと思うんですが、まず1つ目が X のことですね。イーロン・マスクが何かやったっていうやつについてちょっとデザイン目線から見てどうなのかっていうことも含めて見ていきたいなと思ってます。で次がチャット GPT の普及ですね。GPT という生成 AI 自体は今年できたものではないんですけれども、2023年というのがやはりその一般の人々だったり、その現場に仕事の現場に使われ始めたっていう意味では、その生成 AI 元年と言ってもいいかもしれないと思っています。で、3つ目が Apple Vision Pro の登場ですね。こちらについてはその XR や AR に関する扱い方が変わるというか、これまでブラウザの中に縛られていた体験っていうのがもしかしたら外に飛び出していくというか、空間ごと体験をどう作るかっていうことまでそのデザインの
領域に入ってくるかもしれないというようなことも含めて、まあ、様々見ていきたいなと思っています。じゃあまずこのイーロンマスクのやっちゃった X について、失礼しました。まあ、どういう動きがあったかっていうのも含めて、バッとご紹介しようと思います。まず7月にですね、ツイッターの新しいロゴである X を発表して、青い鳥は消滅したということがありました。これが7月22日にですね、X のロゴが集まったら世界中に公開するみたいなことをイーロン・マスクが言って、次の日にはもう新しい X のロゴができていたということがあったんですよね。この大きな企業としては、その巨大なプラットフォームとして、今日から X にしますみたいなことってあまりないと思うんですけど、今日からって言ったので、こうみんなめっちゃ混乱して、で右往左往したみたいなことがありました。でこれについてですね、これ朝日新聞デジタルの記事なんですけれども、コメントプラスで、コメントプラスというその外部記者以外 の, その外部の方のコメントが寄せられていまして、2つちょっと面白い視点があったのでご紹介しようと思います。で JX 通信社の米重勝弘さんが、ブランディングという観点からこの、Twitter が X に急に変わったことについて視点を提示しています。これはですね、このぐらい巨大なプラットフォーム、ブランド資産を持ったものを、あっさり捨てるっていうのは、尋常じゃないという尋常じゃないという言葉で語られています。でツイッター元い X かっこはてなと書いているのが大変味わい深いんですけれども、とてつもないリスクを抱えたように思えると、そのブランディングの定石からすると、もう認知が浸透しているものをあっさり捨てるっていうのが正気かよと、思えるような事態だということですね。でとはいえ一方でイーロン・マスクはそのテスラに代表されるような世界的ブランドを構築した実績のある実業家であるだけに、 SNS としてのツイッターのブランド資産を維持するメリットよりも、それに将来の諸々の展開が縛られてしまうデメリットを見通しているかもしれない。で実際 SNS にとどまらず決済などを包含したリブレッジングアプリを目指すという観点では、提供価値は ソーシャルネットワークやテキストコンテンツの範疇に収まらないから、新たなブランドを打ち出す意図もわからないでもない、破壊によって前に進んでいくということだったり、将来をあえて開くためにこういうことをしたんじゃないかということ、とはいえですね、しかしそれでもツイッターが特に日本で社会の情報インフラの一員を担う公共財として機能してきたことは事実であり、それが個人の私物らしく突発的に姿を変えてしまうことには、一ユーザーとして、あるいは SNS データを取り扱う事業者としても不安を感じる。もうすごく三方よしというか、いくつかの視点についてその的確に指摘されたコメントだと思うんですけれども、私の個人的な感覚としては、インフラっていう感覚が強かったので、最後のセクションに特に共感したんですよね。そのもうプラットフォームなんだから、その勝手に遊びみたいなことをするなと個人的には思ったんですけれども、これについてですね、ポリタスにもゲストで定期的に参加されています辻田正則さん、評論家の辻田さんが、これもまたピシャリとしたコメントを出されているんですけれども、読みますね。ヤフーニュース、YouTube、Facebook のコメントまたは5チャンネルの書き込みはほとんどニュースにならないのに、 Twitter での発言についてはメディアで新しい運動の形、世論、今日の話題などと持ち上げられがちでした。こういうことをするから Twitter が妙に公共性を帯びてしまったわけです。しかしそれがそもそもおかしかったのではないでしょうか。いい加減 Twitter への過度な依存をやめなければなりません。これもちょっとその視点が変わるというか、プラットフォームだったりその公共物だっていうふうに考えて、ユーザーとして憤っていたんですけれども、よく考えたら民間企業やっていう話ですよね。で、うなずいていますが、ちょっと後でお聞きしますね。みたいな、いくつかの視点だったり、どのような思惑があるのかっていうのが見えないも、とはいえ、その外側から見えることっていうのはこういうことなんですよね。イーロン・マスクがですね、今、スライドに出ていますけれども、X という光る看板を、
ツイッター社、旧ツイッター社のビルの上に掲げて、あまりにビカビカ光るので、その周辺の住民から苦情が来るみたいな事態があったりとか、あのまるで、その青い鳥が消えて、このビカピカ光る、ネオン看板が登場したので、その様がゴッサムシティのようであるみたいなことを言われたりしていました。で、こんな風にあの話題性に事欠かないので、いろんなことがやっぱりニュースとして取り上げられていくんですけれども、今年の8月にですね、リンクのタイトルと本文の埋め込み表示を廃止するという、これあのメディアの関係者にとっては少しあの痛いというか、かなり困る仕様変更だったわけですけれども、あのリンクをツイッターの中にニュースのリンクを貼ると、そのタイトルとこの一部本文の書き出し部分っていうのが表示されるような仕様になっていたんですけれども、あの、ある日突然ですね、まあ、予告はあったんですけれども、あの画像だけがバンと出てくるようになって、そのそれが記事なのか写真なのかは一見わからないというような仕様変更がなされました。でこれがあのその方がかっこいいだろうみたいなことを言っていて、で 嘘だろうと思ったんですけれども、まあ、実際にはさまざまな意図があるんじゃないかみたいな憶測だったり推測も流れる中、あのメディア関係者は割と困っているという状況がありました。そしてですね、次は、これは UI 上の問題なんですけれども、あの X っていうロゴとかサービス名自体があの視認性の上でもかなり問題を持っていて、この閉じるっていうボタンと、×ボタンですねと、その X っていうロゴ自体がめちゃくちゃ似ているっていうのと、あとタイポグラフィーで普通にテキストで X って打ったものとそのロゴの違いがあんまないみたいなこともあって、そのこれがそのおそらく運用上結構混乱を招いたりとか、ユーザーがその、閉じるボタンだと思って X を押してしまうみたいなことも、まあ、全然予測できるような状況にあります。で、まあ、急に変えたからこんな困ることが起きているんじゃないかみたいな議論もある中で、まあ、イーロン・マスクがいろいろやったので、あのツイッターも落ち目なんじゃないかと思った各社が、それ以前から仕込んではいたんですけれども、さまざまな SNS をそのリリースローンチしていったんですね。で、そこで、まあ、デザイン上で指摘されているのが、あの UI が、新しく出てきたその SNS の UI が、まあ、全部コピーツイッターのコピーに過ぎないんじゃないかっていう指摘 でスレッズもブルースカイもツイッターの UI に酷似していて、どうなんだみたいな指摘なんですよね。で、確かに、まあ、スレッズ似てますよね。言われてみると似てるっていう感じで、ちょっとこれパートで言いたいことがある人もいるかもしれないんですけど、で、ブルースカイもまあ似て、まあ、ブルースカイは母体が旧ツイッターのメンバーが多いのでっていうのもあって、やはりそのインスパイアされている部分がすごく多いように思えるんですけれども、じゃあその単純にこういうデザイン SNS でテキストのもののデザインを組むってなった時に、これ以外の何がありえるのか、その英語の文字って横書きだし、コミュニケーションするときってそのチャットでも縦に積んでいくし、うん、っていうことを考えると、この、模倣なのか、それとも機能的に最大公約数がそもそもこういう形なのかっていう問題って、まあ、切り分けがすごく難しくて、うん、だからこういう UI の商標って基本的には主張できないようなものがすごく多いんですけれども、まあ、とはいえそのユーザーの目にとっても目新しいものではないので、じゃあツイッターと同じようなものなんだったらツイッターでいいんじゃないか、大きな不具合がないのであればと言って、まあ、使っている人も多いんじゃないかっていう感じです。そしてですね、このたくさんうぞうむぞうではないんですけれども、そのたくさんの SNS がツイッターの後釜になるべく開発されていく中でですね、T2 という、まあ、次のツイッターという意味で T2 という SNS サービスがローンチされたんですけれども、あっという間わずか数ヶ月で閉鎖になるということがありました。これもですね、ツイッターの元従業員のガボールセルという方が構想して、イーロン・マスクがその買収をした、ツイッターを買収したことをきっかけに新しく公開した SNS だったんですよね。で、すごく
これも注目されていたんですけれども、結局ユーザー数が伸び悩んだりとか、思ったように成長しなかったっていうことで、サービスを閉鎖しているということですね。で、まあ、みんなそのツイッターにいろんな文句がありながらも、結局その後釜になるようなサービスっていうのが、こんな風になかなか出てこないような状態なので、いい写真ですね。大変嬉しそうなイーロン・マスクなんですけれども、まあ、割とやりたい放題をしているように、私からは見えるんですけれども、と先ほどお伝えしたですね、ニュースの URL を貼ると、タイトルが見えなくなって、そのテキストが表示されないっていう問題について、まあ、その方がかっこいいと思ってやったけれども、まあ、やっぱりやめることにしました。元に戻しますというような、予告を今しているような状態です。で、そうですね、この新しいサービスを前に進めるときにいろんなことを試すっていうのがあるとは思うんですけれども、一ユーザーからするとやっぱりこの野郎っていう気持ちもあって っていう状態で、で、最後にですね、X っていう言葉がそもそもサービス名がそもそもブランドとしてブランド戦略としてどうなんだっていう視点ですね。検索しにくいんじゃないかっていう問題があったんですけれども、今年の12月の時点で Google で X っていうのを検索すると、まあ、一番最初に XJAPAN の X がヒットして、その次に X のホームが出てくるような感じです。で、これまではですね、確か7月の時点では X って検索してもそのツイッター、旧ツイッターが上の方に表示されることはなかったので、 SEO 対策は着々と進んでいるんじゃないかなというような状況ですね。なので、そのブランディング的に失ったものは大きいとは言いつつも、やはりその、まあ、巨大 SNS として認知も上がっているし、 SEO 対策もされつつあるというような状況です。で、一気にイーロンの悪口を言いつつここまでの流れを見てきたんですけれども、でまず斉藤さん的に、なんかこの一連の流れ、どんな風にデザイン目線も含めてご覧になってましたか？いや、もう何から喋ったらいいのかっていう感じにネタはたくさんなんですけど、はい、そうですね、まあ結構やっぱりむちゃくちゃやってるなっていうのは当然思いますが、うんうん、でもむちゃくちゃできる、なんでしょうね、地位とパワーと、まあ、状況っていうのを彼は持っているので、うんうん、もう単純にそれはもうなんか悔しいというか羨ましいなっていうふうに思っちゃうレベルかなっていうふうに思ってます。で、まあロゴの変更とかってどの道燃えるんですよね、はい、世の中的には。多分それまでの愛着が強いサービスであるほど、うん、もう何か変えれば絶対に文句は出るので、うん、例えば国内だと黒猫ヤマトとかもリブランディングして、はい、猫ちゃん変わりましたよねみたいな話の時に、うん、まあ結構燃えてたと思うんですよね、反応的には。なるほど。とか、まあ、ヤフーであったりとかウーバーだったりとか、それなりにパワーをかけたリブランディングプロジェクトって大体炎上してるし、でしかも元に戻すみたいなことをやったプロジェクトとかも結構あるっていうのが、はい、結構現実かなっていうふうには思います、うんうん、なのでまあもちろんイーロンがやったからそれはもう燃えるんですけど、はい、どの道燃え、どうやっても燃えたっていうところが、はい、感じられると、もう何でしょうね、早めに燃やした方が確かにいいよなっていうふうに思ったりするところはあります。で、そもそもじゃあ、僕たちの世界でのこういうデジタルの世界でのものづくりっていうのは、はい、やっぱりユーザーの反応を見ながらどんどん新しいものを試して、でいいものをどんどん残して取り込んでいくっていう、そのサイクルをいかに早めるかなんですよね。で、その考え方をじゃあイーロンの場合はスペース X に持ち込んで、うん、まあ、重工長大系の産業の中でもそのソフトウェアデザインとか、うん、ソフトウェアとしての成長の仕方っていうのを取り込んでる企業なんですよ、うん、はい、あれなんかロケット作るのにスプリント回してるんですよね、細かいサイクルで改善を回していくみたいなことをやってる。だからその思想がもう圧倒的にあるっていうのが、うん、まあ
事実だと思うんですよね、うん、で僕たちはそれをじゃあ OGP あのさっきの、画像が出るようになるとか、はい、テキストが出るようになるみたいな仕様を変えられてしまって、はい、ちょっとうーんとか、あとはこれイーロンはもう今後こういうふうに持っていきたいはずだからこういうのを、考えてその布石を打ってるんだみたいなのとか、うん、考察したくなる気持ちはわかるんですけど、はい、多分本人そんなに意識してないと思うんですよね、うん、もう無数の改善ポイントの中の一つだし、でそれを試すのにあたって無風、何か新しいもの出した時に無風っていうのが一番検証しづらいんですよ、うんうんうん、だからむしろ燃えてくれた方が嬉しい、注目が集まってそれに対しての意見っていうのが、どういうのが出るんだっていうのがバーって集まって、うんうんうん、で今回結局撤回してるじゃないですか、はい、なのでそれをちゃんと見るっていう気持ちを持ってる状態、うんうん、で、しっかり意外とあれは市場と対話したっていうことだと思うんですよね。あ、そうか、現実世界とこの語り合いながら俺は前に進むんだみたいなことを、うんうんうん、あの形で実現できてるっていうのは普通にすげえなっていうのは思います。あ、なんか思想として良しとするのかっていうところはまあ一旦置いといたとしてそうですね、うん、その多分に倫理的な問題も絡んでるとは思うんですよ、うん、その OGP ぐらいだったらいいけれども、うん、モデレーションの問題とかで、うん、そのダイレクトに戦争に関わるようなその情報戦争が、うん、はい、かなり管理がずさんであるとかっていうことを考えると、うん、そのトライアンドエラーをここまで大規模にやることでめちゃくちゃ人が死ぬっていうのも事実で、うんうん、そこは分けて考えないとなって思うんですけど、ものづくりっていう視点で見ると確かにその珍しいことではないというか、うん、すごく悪意がある行為ではないっていうことです。そうです、むしろセオリーに対して王道を突き進んでるっていう状態、なるほど、だとは思います。逆にそう考えると、そうですね、いいものを作ればいいんだっていうマインドで、その倫理的な問題を後回しにしてきたそのテック系デザイン系の人たちの一番悪いところが出てるようにも思えるんですけど、どうですか？まあちょっともう僕はこの会場でこの本に囲まれながらあんまりポリティクスな話をするのはちょっとおこがましいなって思っちゃうんですけど、はい、でもまあそこはまだ分かんないところだと思うんですよね、うんうん、このこれまでのじゃあ以前のツイッターの中でも至らなかった部分っていうのも結構あったりはすると思うし、うんうん、まあそれもなんか議会でいろいろ追及されるような問題にはなってたりするわけじゃないですか、うんうん、それこそ Facebook だって議会に呼び出されて喋るみたいなのとか、だからそれはなんか全体制が良かったのかイーロンが良かったのかみたいなところの結論も別に出てないとは思っていて、うんうん、であとはどの時点での何だか最善を目指すのか、うん、結果としてその何だろうな、もしそのイーロン・マスクがじゃあすごい正常進化を突き詰めていった先にすごい透明な未来があると思っていると仮定したとして、うん、はい、その世界を早く実現することの方が、はい、ダメージ少なくないっていうふうに思ってるんだとしたら、別にその可能性は別にゼロではないと思うんですよね。なるほど、うん、で逆にな一社がみんなのために良かれと思って作っていくことが結果的に社会のためにならないっていうケースもあったりはすると思うので、うんうん、僕はそこは結論は出せないっていうのがなんか今のポジションかなっていうふうに思います。なるほど、確かにそうですね、その何か新しいサービスを作るときにキョロキョロしすぎてめっちゃ普通のものができるっていう、もうこういうのってあるじゃんっていうものができてしまうっていうことはすごくその思い当たるので、確かにその壊しながら進んでいくっていうことを別の目で見ればそうなるのか、でもちょっとイーロン嫌いみたいな気持ちも、それはめっちゃ分かる。だいたいデザイン界隈の人あんまり好きな人はいなさそうなのかなとか、うん、特に海外の強いデザイナーたちはやっぱりそのツイッターが X になるっていうのを嫌って、うん、みんなスレッズに行ってしまったよねみたいなのとか、うん、マストドンに行ったよねとか、そういう大移動は結構起こっているので、まあそれすらも
手段になってしまったりはするんですよね。自分たちの目指す世界に対してあんまりアンチ層が含まれている状態では前に進みにくいよねっていうことであれば、サービスとしての立ち位置っていうのを明確にして、自分たちのターゲットユーザーここですよ、あなたたちは違うんですよっていうのを表明するっていうのを手段の一つではあるので、うん、なるほど、うん、ある意味納得できるところはあるんですよ、うん、なんか半分反感を覚えながら聞いてます。わかりますよ。わかるという気持ちと、うん、なんかでもやっぱりプラットフォームとして見てるんだなっていうのがこう、うん、お話を聞きながら分かってきました。やっぱりその民間企業なんだけど、うん、この SNS っていうものに公共性を求めているというか、それはその新聞とか他のメディアと同じような見方をその Twitter にしていたということで、まあ、それをそのやめるかどうかっていう話なのかなと。そうですよね。それが、まあ、やっぱりある意味トップが変わってしまったっていうところで、うん、投げ捨てられる状況になってるっていうのは、うん、まあ、異常なことなんだろうなっていうの、うん、今まで逆にじゃあツイッターとしてはそういうインフラになるんだみたいな部分である情報インフラになるとか、そういったポジションを取ることで、うん、じゃあいろいろな、ニュースのメディアであったりとか公共機関が乗っかってきて成長していくっていうところに恩恵に預かってきた部分もあると思うんですよね、うんうん、でそれを同じ主体がやってたんだとしたら、それはお前世間様に大きく育ててもらっといて自分で好き勝手にするっていうのは横暴なんじゃないのみたいな感じになるんですけど、うん、はい、もう明らかに横暴な人がポンって入ってきて変わっちゃった頭みたいな、なるほど、状況はもう違う人間なんだと、うん、言わざるを得ない。違う人間ですしね、うん、なるほど、違うものとして見るっていうことです。さてもやもやしながらちょっと納得しつつあるんですけど、今書いてくれていた沼野さんはどうですかね、はい、自分の職務上というか仕事ではその人と対話をするとか議論をするっていう時に、できるだけその目的に対してスピードを出して、かつ変なこうわざとこぼすみたいなことをしないように意識をするんですけど、うんうん、スピードを持って何かを変えていくっていう時にはそれはすごく無視されるというか、一回捨てなきゃいけないところでもあると思うんですよね、うんうん、別にイーロン・マスクがさあみんなの意見を聞こうなんていうことは1ミリもしてない気がするし、とはいえ人の振る舞いを見ていると、うん、情報伝達の速度を上げるっていうことにはすごい強いこだわりを見せてるっていうのは見かけるので、うん、一極集中で全部上げてきてっていう振る舞いになってるのかなって、うん、でその自分たちの仕事だと共に作っていくっていう意味での競争っていうことがすごく重視される反面、うん、それが全く重視されない世界があるっていうことを、うん、まざまざとこう自分も一ヘビーユーザーとして感じる出来事でしたね、うん、でやっぱりこう情報に対して、あれはテキストのコミュニケーションが主なので、アクセシビリティが高かったものに対して、うん、そのアクセシブルじゃなくなる側面っていうのが、その名前が X になったことによって、うんうん、結構発生していたところはやっぱりこう、うん、今も使おうとするときに Twitter って検索してログインみたいな使い方をしてたりするので、うん、それを考えるとテキストの読み上げとかでアクセスをしていた人のアクセスしにくさだったりとか、うん、そのリンクなのか画像なのか分かりにくくする、うん、そうじゃなくてもオルトタグ自体がキャプションのリッチなものとして使われたりもしてたりする中で、うん、情報にどうやってアクセスをしていくのかっていうところに対して、そこをあんまり後手にしてほしくないなっていうのは感じる変更でした、うん、確かにそうですね。その情報にアクセスする権利ってやっぱり、うん、その一企業がこうどこまで強奪していいのかっていう問題はすごくあると思っていて、うんうん、私も最近そのちょっと騒がれている新しい仕様変更で、YouTube の URL をその X 上に入力すると、はい、おそらくゴーストバンのようなことが起きて、うん、そのツリー上で見れなくなるっていうことがあるんですよね。インプレッション上の不利が発生しているみたいなことがあって、うん、もうそうなってくると、じゃあまあ告知のメディアとしては Twitter は使えなくなってくるわけで、うん、
おそらくその先ほど斉藤さんが指摘されたように、その告知のメディアとして使うような開かれたものではなくて、もっとクローズドだけど生活に密着したというか、その全てを内包するような、そこで完結するようなサービスとして、もしかして将来を見据えているのかもしれなくて、うん、まあでももしかしたら何も考えてないかもしれないですそのあたりも含めて、そうですね、期待とそのイーロンのやってることが大きく違うっていうことが、まあ、倫理的な糾弾は無意味みたいなことで、こうそうですね、もやもやしているような状況なんですけど、うんうん、とはいえ、その他、後釜が発生するか問題もちょっとお聞きしていきたいんですけど、今その各社 SNS が出てきてはいるけれども、UI とか UX ですね、その見た目の操作のしやすさ、インターフェースの操作のしやすさとか、あとは UX、体験のその快適さだったり、その自分にとって心地よい情報との距離が得られるかみたいなことに、あんまり差がなかったり、ツイッターを超えるものがないんじゃないかみたいな指摘もあるんですけれども、このあたりってどう思われますか？そうですね。ちなみにツイッターのそのユーザーインターフェースに対するスタンスっていうのは、例えば10年前に、うん、プルトゥーリフレッシュっていう仕様があったんですよ。できたんですよね。下に画面を引っ張った時に画面全体が再読み込みされてリロードされるっていう仕様、あれツイッターが10年前ぐらいに特許を取ってるんですよ。ただ彼らはそれを攻撃的な特許侵害で訴えるみたいなことはしませんっていう、あくまでも最終の防御のためだけに持っていますっていうような声明を出して、はい、おやるやんみたいな感じのムードになったっていうのがあって僕はそういう話はすごい好きなんですよね。ちゃんとそれは知財としての考え方にすごい、合致してる、自分が発明したものとかにちゃんと乗っかった上で、みんな次の世界に行こうねみたいなのを促していく、なのでそういうスタンスがあった企業だっていうところはまず、過去ありました。はいはい、で、今の状態でじゃあそうですね、どうしても UI が似てきてしまう問題については、結構ソフトウェアデザインの世界はやっぱりそぎ落としていく、方向に、全体としては行きがちです、はい、でそれは先ほど出たようなそのアクセシブルの観点でも、なんかゴテゴテしてリッチな状態にするとそもそも回線が重いよねみたいなことだったりとか、読みにくいよねみたいなことだったり、あとは補助、適切な補助ですね、その読み上げだとか、そういうアクセシビリティ系の機能を利用しづらいみたいなところも出てきちゃうので、そういう意味でもインターフェースのデザインとしてはかなりシンプルにいくっていうのがあります、で、あとはやっぱり圧倒的な影響力を持っているのは Google だったりとか Apple だったり、Apple のヒューマンインターフェースガイドラインとかはやっぱりそのあんまりゴテゴテしないようにっていう、基本のコンポーネントもちゃんと使ってくれみたいな話が、基礎になって積み上げていくもの、なのでみんなが使うだろう部分であったりとか、その当たり前の部分に関してその独自の意匠性っていうのは、基本的にはあんまり発生しない世界なんですね、なので、はい、ベースの部分はもう標準のコンポーネント部品を使って、早く組み立てていきましょう、で、そこを変に作り込んでしまうと、OS の仕様が変わった時、iOS 自体が新しくなった時にここ全部作り直さなきゃいけないみたいなことが発生したりとかするんで、メンテナンスコストもかなりかかってくるんですね、なので基本シンプルにします、で、例えば1画面メインの画面だけは、作り込んだものにしていきましょうっていうような、考え方でやっていくのがあるんで、そもそもそうやってその独自性っていうのが、発達しづらいというか、現れてきづらい世界っていうのはまず認識しておく必要はあるかなと思います。なるほど。で、その上での今のツイッターのインターフェースっていうところに関しては、もうテキストベースのコミュニケーションに関しては、ほぼほぼもう正解って言われてるものが出来上がっていて、で、みんなも慣れている。で、よく言われる直感的に使えるっていうものも、分解していくと、特殊なインターフェース
のデザインをしてしまった時にそれが直感的に使えるっていうのは基本的にないんですよ、うん、っていうのは直感性っていうのはかなり慣れの部分に依拠する部分が多くて、でそうするとみんなが慣れ親しんでるインターフェース、うん、でそこからまあちょっと発展させたものとかは、うん、あこれはあの文脈だから分かるわみたいなところでの直感性っていうのが言われることが多いかなっていうふうに思うんですよね、うん、なので似てしまうこと自体も、排除していくと、うん、どんどんみんなが独自の使いにくい俺が考えた最強インターフェースを生み出してしまう世界観になってしまうので確かにそれはそれで歓迎したくはないんですよね。そうですね、ある意味公共財だと思います。ああ、そうか、うん、そういう意味でも、まあ、公共性が高いものだったからこそっていうことだ。ありがとうございます。ちょっとなんか無限にお話ししたい気持ちは山々なんで、はい、ちょっと次のトピックに行きたいなと思う。ちなみにもろもろの心情などは理解した上で、はい、あえてデジタルプロダクト作りの観点から言うとなんかそういう感じになりますよっていうのが今までの話と捉えてください。そうですね、はい、斉藤さんがイーロン派ということではない、はい、ということはお断りしておきます。次にですね、チャット GPT のことをですね、と今年の1月にワイヤードの記事が出たんですけれども、ハッカーズとかを刊行したので有名なワイヤードの幹部のスティーブン・レビーという、編集者、著者ですね、が今年はジェネレーティブ AI の大波がやってくる、メタバースとかみんな言ってるけどジェネレーティブ AI だぜみたいな、記事を書きました。そこで指摘されていることとしては、1980年代に紙で管理していた仕事を PC のアプリケーションへと移行させる製品のゴールドラッシュが起きたと。でも90年代はそうした PC のソフトウェアをオンラインの製品へと移行させるっていうことが起きたと。で、10年後にはモバイルだったみたいな流れで、2020年代はジェネレーティブ AI で製品を構築する流れが起きるっていう、まあ、これも、大きなパラダイムシフトであるっていうことですよね。そのぐらいの、変化であると、紙が PC になったとか、そのレベルの大きな変化が、今年から起き始めるんだっていうことを言っていました。で、今年の12月にですね、同じくスティーブン・レビーが1月にそういう記事で予言したけれども、まあ、実際どうだったかっていうとマジだったみたいな記事を書いています。これがチャット GPT の登場は時代の変化を明確にしたいよね、やっぱりね、みたいな話で、インターネットに匹敵するほどの影響力のある技術が私たちの生活を変えようとしているっていう指摘ですね。で、まあ、たくさんいろんな記事でこういうことが言われてはいるんですけれども、このぐらいの大きな変化があるって、じゃあどういうことなのかだったりとか、現場レベルでは体感がどうなんだろうみたいなことを見ていきたいんですけれども、まずチャット GPT あるいはその GPT という生成 AI が、どういう変遷をたどってきたのかを簡単な年表にしています。 GPT-1 というですね、今チャット GPT-4の一番最初のネタコアになっているものとして2018年に GPT-1 が発表されました。で、パラメータ数というのが生成 AI においてはよく言われるんですけれども、これは変数の数というか、どのぐらい物事をチューニングしていけるかの、大きさみたいなものだと捉えればいいと思うんですけれども、このパラメータ数が1億ちょいだったんですよね。 1.17 億っていう数字だった。で、翌年にもう GPT-2 を発表して、まあ、パラメータが、まあ4億ぐらい、違う、0.5 億ぐらい増えているっていうような状況です。で、2020年にパラメータ数が飛躍的に大きくなるんですけれども、GPT-3 を発表して、ここで1700億のパラメータを持つものが生まれたと。で、2021年にチャット GPT が発表されます。これは1750億のパラメータを持つ GPT-3 をベースにした対話型のAI で、言葉を通じて物事を生成する、言葉を生成する、あるいはその言葉から接続してっていうものに今はなっていってるんですけれども、まずは言葉と言葉のやり取りっていうのをベースにしたものが2021年にできたわけです。
で、2023年現時点では、GPT-4 が発表されていて、と今そうですね、課金によって GPT-4 も使えるような状況です。でパラメータ数は非公開なんですけれども、まあなんかめちゃくちゃ多いみたいなことを言われています。で、明らかにそのパラメータ数が1750億になったタイミングで生成 AI のレベルがぐっと上がったというふうに言われているんですけれども、まあ、そんなすごい AI だとみんなが思ってるし、まあ、私も実感しているんですけれども、よく間違えます。年表を今回年表を作ってもらうときにチャット GPT に聞いてみたんですね。あなたの年表を制作してくださいっていうふうに聞いたら、すっと数秒で答えてくれるんですけれども、じゃあ今言った GPT-1 のパラメーター、これ1億3000万って言ってるけど合ってますか、間違ってましたみたいなことがあります。で、GPT-2 の、パラメータ数こう言ってますけど合ってますか、あそれも間違ってましたみたいなやり取りがあります。で、GPT-3 ですね、これ、結構ワイルドな間違いなんですが、 GPT-3 1兆7500億のパラメータを持ってるって言ってますけど本当ですか、1750億でしたみたいな一桁間違えるみたいなことを、まあ、やっています。で、まあ、事実系っていうのはよくこういうことが起きるわけなんですけれども、じゃあ逆に何が合ってるんですかみたいな、ちょっと問い詰めるとすいませんって言って正しい答えを訂正してくれるんですよね。間違ったらすぐに訂正してくれるし、誤ってもくれるっていう意味では一部の政治家よりもずっと誠実でクレバーだと言えるかもしれません。で、まあ、こういう状況なんですけれども、間違いもする、GPT なんですが、実はそのデザインの、初期の段階ではもうめちゃくちゃ使える存在で、今回ですね、ワイヤージェンっていう、チャット GPT の技術をベースにしたフリーで使えるサービスを使って、ワイヤーフレームっていうですね、アプリケーションとかサービスを作る時の設計図のようなものを作ってくれるものを使ってみました。で、今回ですね、ポリタス TV なので、ポリタス TV っていうものがあって、そのオンラインの報道番組で YouTube で見るんだけど、まあ、こういうものをアプリにしようと思ったらどういう設計図がありえるかを書いてみてくださいっていう呼びかけをしたんですね。左が英文で、基本英文で投げるんですけれども、DeepL にぶち込んでます。はい、自動翻訳です。で、そうしたらちょっと考えて、まあ、10秒ぐらいで作ってくれるんですけど、まあ、作ってくれたやつが、まあ、結構良くてですね、これはスマートフォンでこういうアプリケーションを作ればいいんじゃないかっていう図ですね。でまずユーザー名があって、でサブスクリプションの契約についての詳細があると、まあ、いつから契約してるかとかですね、今どういう状態かを確認できて、で、自分がどの配信を見たかっていう閲覧の履歴が表示されていて、で、他の人チャットのコメントの一覧がここで見れて、でその他のサブスクプランですね、他のものにアップグレードしたいときには、どういうものがあるかを見れて、でそれを見てその気になったら一番下にアップグレードの動線まで用意されているという大変気の利いた設計図が出てきて、もうこういうものがあるなら、でこういうサービスの概要を簡単に言葉で説明しただけで設計図を書いてくれるっていうのはちょっと人間よりも優秀なレベルのものが出てくるんですよね。そう考えると間違いはするけれどもやっぱりすごい大きな変化が起きているなっていう感じがします。でお二人もデザインの現場でそのチャット GPT の登場による仕事の仕方の変化っていうのを感じる部分があると思うんですけど、そのあたりお話お聞きしていいですか。はい、めっちゃ感じます、はい、で、まあさっきのように
硬い情報の調査にはまだなかなか難しいよなっていうところはあるんですけど、うん、それっぽいものを大量に生み出すっていうところのコスト、それは時間的なコストとか金銭的なコストとか、うん、人的リソースのコストとか、うん、そういったものを圧倒的に少なくしてくれるっていうのは、すごく実感していて、うんうん、今じゃあ、僕らがやってるようなユーザーエクスペリエンスデザインの世界に、はい、対して適用できるような GPT 系のアプリケーションって結構出てきてはいるんですね、うん、なのでペルソナを作りましょう、どういう人がいるのか想像してみましょうみたいなことであったりとか、うん、このユーザーがじゃあどういう体験をしていくのか想像してみましょう、書いてみましょう、どこで、どういう課題を感じているのかを書き出してみましょうみたいなワークを僕らはよくやるんですけど、まあもちろんそのじゃあインタビューに行ってそういったも得られたものから、まあ、書いていってみたいなことをするんですけど、どうしてもじゃあ一個ペルソナ作るのに結構時間かかるし、文章いろいろ書かなきゃいけないしとか、ジャーニーマップとかやっていくとじゃあ5ステップあります、それぞれの、枠の中で30個ずつぐらい付箋を書きたいですみたいな、でその中から取捨選択をしてみたいなことをやっていきましょうってなると、どうしても物理時間相当かかるんですよね、っていうのを今の英語のツールとかだと、もうそれバーンってとりあえず GPT が作ってみましたっていうものをやってくれるツールっていうのは結構出てきちゃってるんですよ、うん、なので、そこら辺のですね、新卒デザイナーみたいな人たちに、うん、じゃあなんか3日あげるからこれお願いみたいな感じでペルソナとジャーニーマップ作ってきてみたいなレベルのものは、うん、もう30秒でできるみたいな感じになってくるので、うまく使っていくことさえできればもっと重要なところに、うん、パワーを使うっていうのはできるんですね、うん、そのまあ一回書き出してみるっていう段階ではあくまでも仮説、うん、先ほども言ったようにもう世の中に対してどういう仮説をぶつけて何を学んでいくかっていうのが、うん、デジタルプロダクトとしてのものの作り方としてはすごい重要なポイントなので、うん、まあ、その仮説の確からしさみたいなところを 100% 確かみたいなところまで上げる努力とかってあんまりいらないんですよね、うん、60% ぐらい 70% ぐらいの仮説が出てれば十分で、うん、で今検証したいのはこれだよねっていうふうに選べれば前に進めるっていうところがあるので、うん、なのでそういった部分はもうどんどん任せられるなっていう気にはなって、うん、で先ほどその岡田さんが言ってたような今までのトラディショナルなデザインの世界っていうのはやっぱりじゃあ偉い先生がいて、はい、うん、でその下でデッチ奉公みたいな人が働いていてみたいな世界って、うん、はい、同じような構図だと思うんですよね。あ、その無限に働いて案出しをしてくれる、あの弟子みたいなデザイナーたちが GPT だったってことですか？そう、そういう世界がもう作れるような状態にはなっているので、だから今までそれってそのじゃあ無数にいる世の中の日本人の中からデザインの素養のある人を集めてきて、うん、その中でじゃあ10人に1人ぐらいは生き残るよねみたいな形で育ててきたデッチ奉公たちを従える先生みたいな構造を、うん、ある意味社会としてそれを支えなきゃいけないみたいな感じだったと思うんですけど、そうすると先生になれる人って日本で何人いるのっていう感じになっちゃうじゃないですか。なので僕はそのそれほどなんか人口とか若者を無駄遣いする状況では今日本はないと思ってるので、うんうん、思ってるし、みんながその偉い先生になるっていう夢を見てるんだけど、うん、全員挫折してるみたいな、 99.9% の人が挫折した上で巨匠たちがいるみたいな世界観を、まあ使い方によってはある意味変えていける、うん、人たちはかなり増えるんじゃないかなっていうふうには思ってます。なるほど、すごく腑に落ちました。確かにこのジャーニーマップっていう、ユーザーがこうどういうそのプロダクトとかサービスに触れるときにこうどういう体験をするか、ツイッターだったらそのまずタイムラインを眺めて、で自分でつぶやこうかなと思ってボタンを押してとか、まあ、コードを一個一個書き出していくんですよね。でそれってある程度 そのセンスがいると思われていたけれども、よく考えたらその手数があればできることでもあって、うん、そういうそれをそのデッチ奉公たちが大量にやっていた作業をその自動化することで、でもどうなるんですかね、そのみんなが先生になっていくっていう世界ではないと思うんですけど、どうなるんでしょうね。あとはまあここにおいてもすごい誤解を招きやすいところなんですけど、はい、まあそうセンスが全くいらないわけでもないですけど、まあ
とはいえある程度代替してくれるとか呼び水になってくれるみたいなところを AI がだいぶサポートしてくれるっていうのはあります。であとは、結果じゃあそれが集まった時にどういう未来が描けてたら一番楽しいのっていうのを考えるのが僕はデザイナーとしては一番やるべきところだと思うんですね、うん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 、ただそこが得意な人っていうのはやっぱり世の中見渡しても想像いないんですよ、うん、結構この結論この材料だったらこの結論が良さそうですよねっていう話をする人、うん、うまくまとめられる人はたくさんいるんですけど、うんうん、いやでもこうこうこうなってこうなったら最高じゃんみたいなことを、うんうん、そのワクワク感を持ってそこにビジョンを描ける人って結構限られてるんですよね、うん、でそれはやっぱり今までそういうトレーニングをするっていうこともできなかったしそもそもそういうのを考えていいんだよっていうことすら言われなかった人たちもたくさんいるので、うんうん、まあそういう経験を積んでいってよりなんかデザインの本質の部分に対して頭を使う経験を積める人口が増えるっていうところは、うん、普通にポジティブなのかなっていうふうに捉えて、うん、ああなるほど確かにその正解を探しに行くようなものづくりじゃなくなるって考えると、うん、すごいいい話な気がするよかったよくいい感じいい話になってきました沼野さんどうですか可視化をしていくような例えばグラフィックレコーディングをしてくださいっていうご相談を受けてお話を伺っていると、うん、必要なのはその場の議論の可視化ではなくて、うん、議論をできるようになるため の、 マインドセットであったりとか自分たちの問題を自分たちのものとして認識するステップがその手前で必要だったりすることが結構あるので、うんうん、ワークショップのご提案をして、はい、一緒に関係者全員で考えていくっていうこともあるんですね、うん、でその中でワークショップの設計でよくあるのがその未来を考えたりしていくときに、うん、いかに自分たちの今ある思い込みを剥がしていけるかっていうところが必要なんですけど、うんうん、やっぱり日常の延長でワークショップをやっているとそうそう自分が身につけてきた常識とかって取れるものでもなくて、うん、なのでそういう時にチャット GPT を皆さん手元に連れていただいて強制発想していくときに、うん、自分たちのビジネスに関わるキーワード一つかける何かみたいなものを自分で考えるとアイデアのこう跳ねる距離に制限が出てくるんですけど、うん、10案考えてもらってその中でこれは一番おかしかったイカれてるっていうものを発表してくださいっていうふうにすると自分たちのビジネスも絡んでるはずなのに、うんとても今では考えられないものが出てきたり、うん、それは無茶だっていうものも出てくるんですけど一回無茶とか無理を見た上でじゃあ自分たちの理想ってどこにあるんだろうっていうものを考えていくのに、うん、自分たちで全部考えなくてよくなったのでウォームアップしつつアイデアをたくさん出してもらえるっていうスピードはすごく上がってきました。あー、なるほど。なのでチャット GPT とか生成系 AI はいろんな情報を見て自分たちでも書いてくれるので、うん、例えば自分たちが考えたアイデアが生きている世界線ってどんな感じだろうっていう物語を、うん、これまでは私たちのようなグラフィックを書く人間が入ってストーリーを一緒に書いてっていうことをしてたんですけど、うん、4コマストーリー8コマストーリーぐらいのものであれば生成にそこまで時間もかからないので、うん、思い描いた絵自体を自分たちで生成してもらってそれを元に話をできるようにもなったので、うん、スピードとあとみんなの想像力をかきたてるものを描けるツールになってきたっていうのは自分一人でもやれることが他のことができたりするので、うん、めちゃくちゃ助かってるところはあります。なるほど。確かにそうですね。そのデザインとかでその絵を描けないと参加できないんじゃないかとか、うん、そういうそんなことは全然ないんですけど、うん、そう思ってる人にとって例えばその GPT を使った生成 AI だったり、まあ、その他の生成 AI も含めて、うん、その絵をテキストを入力すると絵を描いてくれるみたいになると、うん、より関わり方のパターンが増えていきますね。これ今の段階だと、うん、僕たちはうまく使っていけばさっき言ったような状況を作ることができるっていう、うん、レベルかなっていうふうに思っていて、うん、例えば今の段階で、
絶対になんかバズっていくアプリを作ってくださいみたいなオーダーをして、なんかいいものはできないよねみたいな状態じゃないですか、はい、確かにバズらないものはたくさんできます、ね、まあその辺をその辺の、僕はこの GPT の技術の一つのコアっていうのは、うん、いろんな命令をセットになって命令がセットになったカプセルを、実行できるようになっていくっていう要素だと思うんですよね、うん、今までもそのコンピューターをうまく使えば、うん、できたこととか、うん、いろんなツールを知っていてやり方を知っていれば一つずつつなげていけたはずなんですよね、うん、さっき言ったようなそのじゃあアイデアを、まず発散させましょうとか、うん、はい、じゃあそれを収束させましょう、好きなものを選び取っていきましょう、グルーピングしていきましょう、うん、じゃあそれを英語にしてください、で英語にした結果一つ一個の機能を選んでください、それをコードにしてくださいみたいなものっていうのを今どん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 チェーンさせて、前に進んでいくことができる、でそれでも、ね、それなりのものができるっていうのが今かもうちょっと先の世界かなっていうふうに思ってます、うん、でそもそもじゃあこういう音声系の UI が出てきた時にスマートスピーカーとか、うん、ああいうのが出てきた先でじゃあどういうことができるようになりそうかなっていう、話を考えると、うん、先週使ったパワーポイントのあのファイル探してくんないっていうのが、音声だとみんな指示できるじゃないですか、うん、でその辺にいるじゃあ若手の人だったりとか、うん、はい、その辺にいるお母さんとかに対して、はい、そういう普段はそういう命令をしてるんだと思うんですよね、うん、あ、なるほど、でもそこを今言ったようなじゃあ、先週使ったパワーポイントの資料を探してくださいっていうことを自分でじゃあプログラムしようとすると、うん、検索クエリを細かく考えていくってことになります。利用履歴が先週のものを選んでください、うん、で、拡張子が PPT のものを選んでくださいとか、そういう細かい命令がその中にかなり内包されてるんですよね。なるほど。でそれを人間は知らず知らずのうちに現実世界では使ってるんだけどコンピューターは言うこと聞いてくれないから、うん、コンピューターの使い方に詳しい人だけがその恩恵を預かれるっていう状態だった、うん、でそれがちょっと進んできてかなり人間の言葉を解釈するようになって複雑な作業もできるようになったっていうのが、まあ、今の段階かなと、うん、でこれをさらにもう一個外側で包んでくれた命令セットができるようになってくると、うん、じゃあメッセージアプリ作りたいんだけどとかニュースアプリ作りたいんだけどっていうだけでじゃあモックアップはこの3つですみたいな、うん、どうしますかみたいな C 案でもう100案作りますかみたいな話とかができるようになっていくと多分次の世界っていうふうに言えるようになると思うんですよね、うん、なるほど、なるほど、うん、でそうなった時にじゃあ何を生として選び取っていくのかみたいな力をどう育てるのかっていうのは結構難しいテーマではあるんですけど、うん、まあ少なくとも今のうちにこういう技術に触れて触ってる人たちはその中に含まれているものがどういうものなのかっていうものを、うん、理解を進めていくっていうところは一緒に体験できるんじゃないかなっていうふうに思って。あ、なるほど。うん、ありがとうございます。確かにそうですね、こうどんどんその自動化していくというかその小さな命令で全部やってくれるようになると、今そのちょうど最近その生成 AI が自分の学習データを自分でセットするっていうことまでそのできるようになって、うん、まあ、要はその、まあ、AI が AI を作るっていうところも見えてきているような状態言えると思うんですけど、まあ、そうするとそのそうですね、選ぶっていうのが私たちの仕事、デザインとかものづくりをしている人、それ以外の、まあ、たくさんの仕事をしている人たちのそのに残されるものになっていくかもしれないとも思っていて、うん、で私は UX ライターなのでこのもうチャット GPT の、 この言葉で出してくるっていうのが超脅威で、今すぐ年内に失業するかなって思ってたんですけど、まあ、意外とそんなこともないなっていう感じもありつつなんですが、この仕事そのうちなくなるかなみたいな感じとかってお二人はありますか？まあ、同じことをやってる業界は遅かれ早かれ、うん、低価格化が起こって死んでいってしまうっていうのがあるんで、うん、僕だって10年20年前とか普通にウェブサイトを作る小さい制作会社で1個作って何十万みたいな世界でやってたりしてたので、あ、まあ、そうやって今できることっていうのをどんどん、うん、新しく探求していくことをやっていれば別に問題はないのかなっていうふうには、うんうん、停滞はできない。なるほど、確かに
速度は上がるかもしれませんですね、うん、沼野さんどうですかね。あの自分が飽き性なのもあって、はい、あの多分真ん中でやりたいこととかコアみたいなところはうっすらあるんですけど、うん、そのための手段は例えば今は可視化をしたりファシリテーションをしたりっていうことでやってはいるんですけど、うん、それがまた何か形を変えることもあるだろうなと思っているので、うん、あのコアがずぶとくない分ふわふわと新しいものを吸収しながら進んでいけるんじゃないかなっていう気はするので、うん、すぐにこうああ仕事がなくなるかもみたいなことはそこまで思ってないんです、うん、ただ今斉藤さんもおっしゃったみたいに停滞したら即死するかもしれないのであそこはなんか全然うかうかできないなっていうのはありますね。なんかその学び続けるっていいことではあるんですけど、なんかこうあのもうちょっとこう怠惰なライターにも優しい世界に来てほしいと思うんで、まあ、なんか GPT を使ってそういう仕組みの方を作っていきたいという気持ち、うん、でも多分意識高い低いに関わらず、はい、多分超理想的にじゃあ自分がやってる事業が進んでったとして、うんはい、自分と同じことできる人が10人増えたなみたいなの普通に嬉しいじゃないですか、うんうん、で同じことできる人が10人じゃあ自分の会社に増えたら次何しようかなみたいなのは確かに、うんうん、多分自然に考えるとは思うんですよね、うん、なるほど確かにそんなになんか怖がる話ではなく、うん、自然なことなのかなっていう気が本当はそうしたかったじゃないのって思う、うん、だって30年後この仕事自分でなんか体力使って書いていくみたいなこととかデザインしていくみたいなのを本当にできる自信あるのかって言われると結構自信なくて僕は自分の領域に関して、うん、そうですね。あの文字起こししなくていいならしたくないです。そうですよねでもあのそうですね、そういうことも分かりつつこの文字起こしに命かけてる人もいると思うので、うん、そういう人たちをどう守っていくかも考えていきたい、うん、レコードみたいな存在になっていってほしい、うん、愛好家というか人の手で起こした文字みたいな、うん、はい、じゃあちょっといい感じに締めたので最後のトピックに行きたいと思うんですけど、これですね、アップルビジョン、これもあの6月だったんですよね。まだ登場というかあのリリース発表から半年しか経っていないんですけれども、うん、Apple が開発した初の空間コンピューターっていう言葉、この空間コンピューターってみんななって、うん、この VR ゴーグルじゃなくてっていう、それもすごく衝撃的でみんなざわざわしましたし、その完成度の高さだったり、まあ、価格がめっちゃ高いことだったり、まあ、見た目がかっこいいこと、まあ、いろんなそのニュースバリューがあったんですよね。で、これについてですね、ワイヤードも、発表の翌日に、リリースを出していて、そうですね、顔や視界を完全に遮る、VR ヘッドセットとは全く違うものであるっていうようなことを言っていて、日常生活、例えば、飛行機に乗りながら使えるようなものが出てきたので、マーケットが大きく変わっていくんじゃないかというようなことを、伝えています。で、日本ではどうだったかというと、例えばですね、ビジネスインサイダーで、まあ、ものすごくクオリティが高いという、その普段見ている視界とシームレスにつながっていくような体験が実現されているみたいな記事を、たくさん書かれていて、この、IT ジャーナリストの西田宗近さんがですね、大量の記事をこの6月のリリースの直後に出されていたんですけれども、まあ、このあたりについてはですね、ポリタス TV6 月13日の回で詳しくお話をされていて、これアーカイブプランに入っていますので皆様ぜひアップグレードいただき興味のある方をご視聴いただければと思うんですけれども、今回もですねちょっとじゃあ改めてどういうものだったかっていうのを振り返ってみたいんですけれども、これは同じくリリースの、まあ、1週間後ぐらいに出た記事でですね、スラッシュギアという、まあ、自動車だったりロボット工学系に強い2005年にできたアメリカのメディアがあるんですけれども、ここが工学系のライターの人がレポートを出しています。
で、6つのイケてるポイントみたいなのをレポートしてくれていて、まず1つ目はですね、本体の右側に、ちっちゃいつまみがついていて、これをいじると没入度を調整できるって言っていて、VR っていうとその周囲が完全に見えなくなったりとか、まあ、AR っていうとちょっと見えるみたいなこととかあるんですけど、まあ、そこら辺のこととか、あとはその普段見ている視界にディスプレイがちょっと浮かぶのか、それとも360度囲い込まれるのか、球の中に入ったように完全に包まれてしまうのかとか、そのあたりを目的に応じて使い分けられるので、日常生活に馴染むんだよっていうようなことを言ってます。で、それから視線追跡ですね。これは目とか音声とかで操作をできるようになっていて、顔を動かさなくても、その瞳孔の開き方とか微妙な差で、クリックの瞬間っていうのを完璧に予測することができるようになっていると。それからハンドジェスチャーですね。これは他の VR ゴーグルとかにも実装されている機能ではあるんですけれども、手を使って大体のものがクリックしたりスワイプしたり、その拡大縮小したりっていうのを手で行うことができると。で、手をゴーグルに見せてあげなきゃと思って、こう目の前の上の方に手を持ち上げておく必要も特になくて、下の方、膝の上に置いててもそのトラッキングしてくれるよとか、ライダーというですね、レーザーを使った距離を測るようなセンサーと、あとトゥルーデプスカメラという iPhone X 以降に入っている複合的なセンサー、赤外線カメラとかがあるんですけれども、そういうものも搭載されているので、薄暗いような状況だったりしてもかなり正確に手の動きを把握することができると。で、これが4つ目が一見透明なディスプレイに見えるっていうことで、これすごくユニークな機能なんですけれども、外側にも有機 EL を貼り付けてあって、そこで外からこのヘッドセットをつけている人を見ると、ユーザーの目が透けて見えるように見えるんですよね。で、実際にはこれはデジタル的に表現されたユーザーの目なんですけれども、まあ、目があったりするような体験が疑似的に再現されていると。なので、しかも近づいてくると、こう目がふおんって浮き上がってきて、で、会話ができるっていうので、これは非常にユニークな機能だなと思います。5つ目ですね、3D のフェイスタイム。フェイスタイム、ビデオ通話にそのアバターとして参加できるんだけど、まあ、その方法も割とよくできていて、通話相手が空間に浮かんだパネルの中に表示されると。で、そのパネルのある方向からその人の声が聞こえてくるので、まあ、例えば複数人とのフェイスタイムをするときに、いくつか、正面と左と右ととかにパネルが浮かんで、それぞれの方向から声が聞こえてくるみたいな体験ができる。まあ、こんな風に聞くとかなり SF っぽい体験です。で、最後、これもすごく重要なポイントなんですけれども、Apple Vision Pro は独立したコンピューターである。これが空間コンピューターという言葉でヘッドセットが発表された時にみんながざわざわした部分でもあるんですけれども、 Vision OS という独自の OS を搭載していて、 M2 チップで動くので、まあ、サクサクしていると。で、iOS とか MacOS 向けのアプリを開発した人がその Vision OS に移植できるようになるんじゃないかと言われていて、つまりそのスマートフォンでように、その作ったアプリっていうのを、この、AR 空間側にその移植するみたいな作業ができるようになるということですね。で、これで何が変わるかというと、その複数のアプリを空間的に重ねたり、隣り合わせにして操作したりできるようになるので、もしかしたら、その今まで先ほど、Twitter の UI がものすごく最小限で研ぎ澄まされているみたいな話があったんですけれども、空間的な制約がなくなったりとかした時に、こういう表現がまた大きく変わっていく可能性すらあって、まあ、操作的にもやりやすいっていうのもあるんですけれども、そのデザイン的な可能性っていうのも非常に開けてくるようなニュースかなと思います。で、これらの、特徴を備えたビジョンプロなんですけれども、
合わせてですね、このリリースとともに空間デザインの法則っていう、まあ、セオリー、お前らこれをやれみたいなものをガイドを出しています。で、これはですね、突飛なものじゃなくて、みんなが見慣れたものからデザインを始めましょうねとか、人間中心設計と呼ばれる開発者が中心じゃなくて使う人の目線に立った設計じゃないとダメですよとか、この次元を付与するってちょっとややこしいんですけれども、3次元の空間にふさわしい影を与えたりして、その空間上に突然のっぺりしたものが浮いてて気持ち悪いみたいなことにならないようにしましょうとか、あとは没入感を与えましょうね。これはさっきのつまみをいじって没入感をいじるみたいなことですよね。そしてまた最後にオーセンティックであることっていうのを入れていて、これが非常にアップルらしいんですが、なんか数分間の大喜利みたいなものを作るなっていうことをはっきりと言っています。で、この空間デザインの法則っていうのが非常によくできていて、これからの、まあ、XR 体験の指標になるようなものがいくつかあると思うんですけれども、例えば人の視界に負荷をかけないようなものですね。人間の目というのは左右横についているので、基本的には横長の視界を持っていて、なので、物は縦に積むんじゃなくて横に積みましょうみたいな話、あるいはですね、これはそのバリアフリーとも通ずる話なんですけれども、人間工学に配慮することと、その、腰が痛くなったりしないような場所だったりとか、あとはその立ち上がれない人とか、ずっと寝たような状態で、体験する人のことも考えて、それでも成立するようなデザインをしましょうねというようなこと、そしてさっきのその没入の度合いを目的に応じて変化することっていうのを言っていて、これもものすごく没入できればいいっていう問題じゃないということを伝えているんですよね。とざーっと見てきたんですけれども、まあ、ここまで見ただけでもかなりそのこれまで XR とか VR とか AR って日常生活の中で特別な瞬間というか、なんかエンターテイメントのイメージがあったんですけれども、そうじゃなくて、むしろその普段使っているアプリとかの延長で、そういう体験がこうブラウザの外側に飛び出していくようなものになっていくのかなっていう感じがするんですけど、うん、どうですかね、斉藤さんグッときたポイントとか。そうですね、グッとくるポイントとしては、はい、やっぱりそのじゃあ次のコンピューターってどうあるべきなの、うん、っていうところをしっかり、うん、考えて着実に進んでいっているっていうところなんですよね、うん、アップルのプロダクトとか考え方の何がいいってちゃんと歴史があるんですよ、うん、今出たようなデザイン原則とかも、じゃあ、今の空間コンピューターとしてのデザイン原則の前には、先ほど言ったようなヒューマンインターフェースガイドラインっていうものがあって、うん、でそこにはちゃんとスマートフォンの体験だったりとかコンピューターの体験っていうところが考えられていて、うん、まあさらにその源流までいくと、ディーター・ラムスとかのデザイン10原則とかそういったところに来るかもしれないよね、うん、みたいな話があったりとか、はい、あとは操作系統もそのじゃあつまむとかでクリックを取りますみたいなのも、うん、実は今の Apple Watch でもできるんですよね、うんうん、同じ動作で感知してその握ったとか、ダブル握りみたいなものがもう使えるんですよ今の Apple Watch。知らなかったです。だからその同じ動作をいろんな技術でやろうとしてるなとか、そのうちじゃあなんか時計してればカメラなくてもできるようになるんだろうなみたいなこととか、逆にまあ全部カメラが何とかしてくれるっていう世界観もあるんだろうなみたいなところを想像するのはすごい楽しいなっていうのは思います。であとはそのやっぱりその技術のコアとして、その日常に溶け込んだ状態でコンピューターを使えます、誰もがコンピューターを使えるっていうところを目指してるっていうのはかなり明確に感じるんですよね、うんうん、
で、そのための障害として、例えばゴーグルつけてると暑いよみたいなこととか、うん、メガネつけてる人どうなるんだみたいな、めんどくさいじゃないかみたいなのとか、はい、なんか化粧がつきますみたいな話とか、うん、そういうのは割とどうでもよくて、生き切った世界を僕らは想像すべきなんですね。今の段階で消費者として買うわけではないので、うんうん、確かに多分まだ100万弱ぐらいするんだよね。なんで R&D というか技術の片鱗をじゃあ自分たちはどう解釈するのかっていう目で見るべきだと思うんですよね、うん、なので基本的にあれもコンタクトレンズになった世界をイメージすればいいと思っていて、うん、じゃあそうなった時に何ができるかっていうと、今この僕もこの前にパソコン置いてますけど、みんなこの画面の中で仕事してるじゃないですか、うん、超やりづらくないですか。デスクこんな広いんですよ紙もっと広げたいじゃんとか、うん、アプリケーションとかもっと置いときたいじゃんみたいなものを、うん、今この画面の中でデスクトップ切り替えたりとか、うん、裏側にあるウィンドウを読んできたりとかして、うん、結構複雑な操作この中でしてるんですよね、うん、でもそれがじゃあ全部ここに展開して散らかしっぱなしにできるとしたらみたいなのが、次の段階としてはあると思うんですね、うんうん、そうするとこの中だけで想像しなくてもよくて、で例えば Excel のファイル開いたときにこれぐらいのウィンドウの中でずっと見てるのすごい辛いじゃないですか、はい、これぐらい広げたいじゃないですか、はい、っていうのが自在にできる世界で、そのゴーグルを例えばかぶったときに全部今まで見てたものがちゃんと展開されている世界、これ実はまあホロレンズが出たときにはもうそういう世界にはなってたんですけど、まあマイクロソフトのですね、はい、でもそういう状態の方がコンピューターを使える人って増えると思うんですよ、うん、でさっきのそのじゃあボイス UI とか、GPT の話とかで、はい、僕が一番好きなポイントもやっぱりコンピューターを使える人、使いこなす人が増えるっていう方向に寄与する技術はすごい面白いなって思って見てるんですよね。それをやることによってこの狭い世界の中で周りを想像したりとか裏側にあるものを記憶していく能力っていうのは実は生産性に何も寄与してなくて、それはコンピューターの中で作業をするときに上手に扱える能力なんですよね。なるほど。それはクリエイティビティではないので、うん、だからこれこの機械難しいですみたいな領域を全部取っ払ってくれたら、うん、もっとちゃんとコンピューターで、新しいこととかする人が増えるよねっていうのが、まあ、見えるような技術なのはビジョンプロすごい嬉しいなっていうふうに思います。なるほど。今デスクトップめちゃくちゃ汚い人の、その空間コンピューターやばそうだなって、うん、あいつの空間めっちゃ汚いみたいなことになるのかなって想像してたんですけど、でもそれで日常空間でそういう生きてる人もいるじゃないですか、汚い人ってそうですね。あれって人間にはちゃんと空間認識能力が結構強力なものが備わってるから、うん、だいたいあの辺にあれあるだろうなみたいな、なるほど、認知できて操作できてるんですよね、うん。いや、空中がめちゃくちゃ散らかった状態で生活する未来が来るかもしれないって、ね、それはあると思いますこの辺にあんだよなみたいな、急に引っ張っていくなるほど、面白いですね、うん、なんかそれをどのように共有するかとかも含めてすごい面白い。でまた沼野さんのグッときたポイントとかビジュアル化を今されているので、うん、はい、まあ、ちょっと特有の視点があるのかなって感じもするんですけど、どうですか？今日やっているグラフィックレコーディングを、うん、今は iPad でやってるんですけど、何がいいって、はい、たくさんの面積を塗るときにもうペン先一つでパカッと全部縁を囲った部分全部塗ってくれるんですね、うん、これが前模造紙でやってた時は、はい、その面積をひたすら塗りつぶさなきゃいけなくて、で乾くのを待ってその上に文字を書くっていうことをやってたので、うん、時間もかかったり制約もあったんですけど、移動もじゃん、移動もです。でもそれがすごくやっぱりデジタルになったことで表現が広がったりスピードが上がったりしたんですよね、うん、やりたい書き方ができるようになったり、うん、なのでそれで空間っていうものも使えるようになったら、たくさんのものをそれこそ頭の中にこう一時的にこうメモをしておくみたいなことをしながら書いたりするんですけど、その一時記憶ごと空間にポンポンポンと散らした状態で、で例えば参加者の方から見えるグラフィックはこっち、自分の脳内はこっちみたいな感じで全部並べてできるんじゃないかなっていうのがすごいワクワクするところですね。あとは奥行きがあるものを描けるんじゃないかとか、でそれって今も
VR の空間でやれなくはないんですけど、やっぱり精度の問題であったりとか、うん、あと自分自身があの空間にすごく酔いやすいので、うんうん、ちょっとまだ違うかもなんて思ってたんですけど、うん、あの今さっきのコンタクトにコンタクトレンズみたいになっていくっていうぐらい身についた染み込んだ未来を考えた時にそれができそうでいいなっていうのと、あと岡田さんと同じように散らかった空間が絶対できるだろうなと思っていたんですけど、はい、なんかこう人間集中する時ってそこしか見てないじゃないですか、うん、そんな感じで散らかったものは一回なんかファッと消えてくれるんじゃないかな。あ、そうですね、こうやってこういう操作をしたらこうパッて全部消えてくれたら、物理空間もねそうやって片付けられたら、いや本当にやっぱりこう何かにフォーカスする人の精神状態であったりとか脳波の動きみたいなものを、うん、アップルが検知しようとしないわけがない気がするので、うん、自分が例えばその集中に入ったら勝手にそういうの消えてくれるだろうし、うん、あの元情報どこだっけみたいなことを考えた時にさってそれが勝手に来てくれる、うんうん、取りに行くのに対しても空間でやっぱあの辺から取ってくるみたいな感覚があったりするので、うんうん、それが効くだろうし、その先では情報が勝手にあれですねみたいな感じで来てくれるんじゃないかなと思うと、うん、あのあれみたいなものが減るんじゃないかなと思って。なるほど、確かにブレインマシンインターフェースですよね、そのノウハウを検知して、うんうん、なんかそのブレインマシンインターフェースってノウハウだけでやろうとするとかなり難しくて、うん、でも今そのアップルビジョンが実装したこの瞳孔の開きとかで、うん、その何をしたいかを把握するとか、そのさっき斉藤さんが言ってたアップルウォッチですでにできていることとか、うん、もう組み合わせていくと、もう以心伝心みたいな状態が、まあ、現実空間にやってくるっていう、うん、でどうせ GPT 的な LLM も実装されるんですよねうん、うん、言葉でコミュニケーションを取っていくみたいなところはどんどん広くなるだろうし、うん、そうですね、なんか言葉でコミュニケーションを取るとなんかそれがこう 3D オブジェクトになってバンと出てくるみたいな、うんうん、なのでこうすり合わせをしていくとか、うん、一緒にこうイメージをしていくっていうことがもっとこう具体的にできるようになるんだろうなと思うと、うんうん、決断とかも早くなりそうだなって思ったりもします。確かにそうですね、迷うっていうことも少なくなると前に進むものも大きいかもしれない、うんうん、今だと多分家具一つ買うのにもあの AR で部屋の中に置いたらどんな風になるかっていうものを見せてくれるものもありますけど、うん、やっぱり自分の身体と視覚を持って置いたら実際効果っていうのを体感できるのとでやっぱりちょっと情報量が違うとは思うんですよね、うん、そういったものがこう仮想的に試して決めて捨ててっていうことができると、うん、変わることはたくさんありそうですよね。そうですね、うん、グラフィックレコーディングもそうだと思うんですけど、うん、見ることで初めて前に進む議論ってきっとたくさんあって、うん、その10メートルのものを作ろうっていう議論に対して、うん、あの10メートルはでかいっていう人と10メートルはでかくないっていう人がいてそれこう実物をそのサイズで、うん、あの見せてやると、まあ、そこからやっとこうあの議論が進むというか、うん、そういう話もありますよね。それがそのやりやすくなるというか、うん、実物を作らなくてもの同じものを体感して前に進んでいける、うん、やっぱデザイナーを組織に入れる役割っていうのは、うん、みんなの頭の中にあるものを少しでも具現化していくっていうことで、うんうん、その議論を前に進めるっていうのが重要な役割だと思って、その辺はすごい、うん、あの評価されるといいですよね。生かしどころが増えるなっていう気がします。確かにそうですね、そのレトリックでのその逃げるとかその言葉を作ったことによって仕事やってる感が出るってすごくあると思うんですけど、まあ、それがあの何でしょう、こう言葉を浪して裏金の言い訳をするみたいな今の政治の状況にもつながっていると私は思っていて、うん、その日本の企業がやっているそのキャッチコピーとかコンセプトを作って逃げるみたいなことじゃなくて、その実際に行ったことがものづくりと直結するような現場の中でどのくらいの大きさの屋根を作ろうか考えるとかですね、そういうことをその実感を伴ってやっていくっていうのが、あの物事を前に良い方に進めていくのかなと、はい、
思います。さてちょっとじゃあ悪口を言ったところでですね沼野さんのグラレコを最後にちょっと見ながら今日の話を振り返っていけたらなと思ってるんです。あ、すごいですね。今最後の話題はもうちょっと書き込んでいこうと思うんですけど、喋ってたからね、喋ってた自分で喋りながら書くの難しいですね。そうですね。そりゃそうですよね。あの、前半冒頭の方ではツイッターから X になったっていう話の中で、やっぱりこう多くの人がインフラ的に使っていくものに対して独自の意匠性っていうのが生まれにくいっていうのは、あの、人を迷わせないためであったりとか、いろんな人が使っていくっていう意味でも必要なことなのかなっていう話題がありました。あとパワーをかけたリブランディングがどうしたって燃えるっていうのは、うん、あの、例として大和さんの件とかもあったんですけど、つくづく毎回そうだよなっていうのを思ったところです。であとチャット GPT に代表される生成系の AI がこう日常的に使われるようになった1年目っていうところで、やっぱり私たちのデザイン文脈の中でもこうたくさん数を出していったり試すものを山ほど作らなきゃいけないっていうものを、人がこう残業しまくって作るっていうことなくたくさん出してくれる、まあ今のところチャット GPT とかはこっちに文句も言わないのでたくさんやってくれる。でそれが進むと私たちがもっとやりたいこととか、じゃあ次何やろうっていうことを考えやすくなりますよねっていう話が出てました。で今のビジョンプロについては、あの、機械に対するその抵抗感であったりとか難しく感じるところっていうよりも、人々に馴染んでもっと広く使っていける。であとはやっぱりみんなで同じものを、リアルなものを施策として一緒に見ていけると、一緒に考えていける、決めていけることもあるだろうっていう話題ですね。はい、ありがとうございます。この議論をしながらその裏でこんなこんなに書いていたんだなと思うと、改めてそうですね、なんか今日話してたことは結果的になんかいいテーマチョイスだったなっていうふうに思っていて、うん、全部そのデジタルとしてのそのものの作り方みたいな話っていうところも通じているし、うん、そのコンピューターをどうやって、まあ、人類に対して生かしていくのかみたいな、うん、ところの話につなげられる要素だったかなというふうに思って、なんか振り返ってみてすごいいいチョイスだったなっていうふうに思いました。ありがとうございます。確かにそうですね、デザインをこう民主化するというか、誰か特別なその上手な人だけのものにしないっていうことを考えると、そのコンピューターを誰もが使えるようなものにしていったりとか、まあ、チャット GPT でデッチボークをなくす話とか、まあ、X はちょっとよくわかんないですけど開いていくっていうことに対して考えられたのはすごく良かったなと思います。最後にですね、お二人に2023年自分自身にとってどんな年だったかと、これから来年と何をしていきたいかみたいなことがもしあれば、なければ大丈夫です。最後に一言お願いしますどっちからじゃあ斉藤さんからお願いします。そうですね、今年は僕も一社に勤める会社員のところから、まあ、いろいろとチャレンジを始めた年ではあったんですよね。で、あまり冒頭で言わなかったですけど、はい、まあ、今京都芸術大学さんの方でチーフデジタライゼーションオフィサーということをやらせていただいたりとか、あと新潟の燕三条の金属加工の会社さんで、まあ、働き方 DX 改革担当みたいなところで、ものづくり系の会社にも関われるようになったりとか、で、あと行政の方で新潟県の県庁の方で、デザイン経営を、まあ、啓蒙するとか普及させていくような役割を、チャレンジさせてもらったりとか、いうことも、会社を飛び出して半分飛び出してやるみたいなところで、いろんな可能性が見つけられたかなっていうふうに思って、で自分でも会社やるみたいなところで、まあ、社長ってどんなもんなんだろうとか何考えてんだろうみたいなところ体験できるようになったみたいなところが、かなり自分の中では開かれた部分だったかなっていうふうに思ってます。で僕はまあ、元々メディア学とかそういうところから出てきてはいるんで、はい、まあ、ずっと中間にいるんですよね。ミディアムの人間なので、うん、そうやっていろんなところ、特に今は産学官
で3の方も大企業からスタートアップまでの世界観を、うん、まあ、デジタルとデザインっていうものを通じて一緒に見れるようになってるところが、うん、まあ、一番楽しいところなので、うん、まあ、これからもずっと中途半端に生きていきたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。確かにその開くっていう話と、うん、その真ん中辺にいるとか、今日もそのデザインの中心ではなく周辺、うん、周辺からっていうのか、なんか全部通ずるいい抱負をありがとうございます。最後に沼野さん、はい、グラフィックレコーディングありがとうございました。はい。はい、どうでしょう。今年は私たちは同じグッドパッチエニウェアっていう組織で働きながら、今年はエニウェアの方ではプロジェクトに直接関与するっていう時間以上に、実は自分たちのカルチャーを作るっていう取り組みを岡田さんとも今やっていて、うんうん、その取り組みに対するこう反応っていうのが少し見えてきたところなんですよね、うん、でこれがグッドパッチエニウェアに限らず自分の方の仕事でも考えれば考えるほど自分たちが今どんなところにいるのか、自分たちのカルチャーを言葉にしていったりとか、自分たちが大事にしているものに対して共通のイメージを持つっていうことが必要になってきてるタイミングが結構増えてきてました、うん、で周りに似たような仕事をしている人に聞いてみても、やっぱりそのコロナは落ち着いたわけじゃないんですけど、一旦こう人がまた顔を突き合わせられるようになってきて、3年前と同じビジョンを持っていては今はちょっとやっていけないから新しくしなきゃっていうことも増えてるんですよね、うん、でそういった取り組み自体が増えてきてるのもあって、今年少し緩やかに仕事をしてみたんですけど、来年はもうちょっとその変わっていきたいっていうものに対して早めにこう一回変わってみたらこうなるよみたいな形を一緒に考えていったりとか、うん、その本当に現場に行って一緒に考えるっていうことが増えていくんじゃないかなとも思ってますし、うん、増やしたいですね、うん、今まではリモートで同じことは全然できるんですけど、こちらからこう見せていただく情報とかっていうことは現場に行って見るものとの量が違ったりもするので、うん、そこを取りに行きたいなっていうことと、あとは個人的には今までお仕事をしたことがないタイプの人たちとのお仕事ができるといいなって思っています、うんうん、ありがとうございます。そうですね、そのデザイナーっていう言葉とかデザインっていう言葉って、そのすごくこの昔のイメージだと机パソコンにかじりついて、うん、なんかこうかっこいいものを一人で作ってるイメージがあると思うんですけど、どんどん現場に入っていったりとか、リモートでもですね、やっぱり現場ってあると思うんですよね、うん、こうなんというか現場感のある関わり方というか、ありますね、はい、物だけ作って終わりじゃないみたいな、仕組みを一緒に作っていくんだっていう関わり方を、うん、来年も一緒にできると嬉しいなと思います。はい、最後に告知をさせてください。今もう公開中なんですけれども、今日のお話とも割と関わりがあるんですが、アメリカのビッグテックについてですね、大手のアップル、アマゾン、アルファベット、フェイスブックの4社の CEO に、そのテック系のこうプラットフォームの方たちが、その新規の事業者を参入できないようにしているような状況が起きているんじゃないかということについて、公聴会を行った動画が今公開されています。でこちら5時間半ぐらいある内容なんですけれども、結構その濃い内容が聞けたりもするので、もしご興味ある方ですね、今日のお話の中でもこのプラットフォームを今後どのように開いていくかっていうお話がありましたが、アメリカでは企業の国でもあるアメリカではそのどんなふうに議論が進んでいるのかということも含めて、きっと面白い内容になっているんじゃないかなと思うので、ぜひご覧ください。5時間あるので、年末年越しのタイミングであったり、年始のちょっと外に出るのは寒いなみたいなタイミングで見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、では今日のポリタスはここまでとなります。明日午後7時から、夜のポリタスもありますので、こちらもぜひご覧ください。斉藤さん、沼野さん、ありがとうございました。